カワウソ号公開日誌。順調に走っておりました。ただし一つだけですねお話しすることあります。それは何かというとこれです。まあこれですと言ってもね、立派な缶が来たんですよ。立派な缶は中身は何かというと、旧品がこれです。これですね、ケーキパネルにつける電球ですね、非常にちっちゃいやつです。でこれを LED に変えてやろうと思ってですね買ったんですよ。これです。ところがこれですね、つけてみたら1個だけ本来点灯するはずなのにつきません。でもしやと思ってですね、別のもうこの5つ入ってたんで別のものをつけたらですね、普通につきました。つまり、箱はですね結構かっこいいんです。こんな風にね、缶もですねなかなか立派なですね透明の缶がついてるんですけども、中華製品は必ず光るのをチェックしてから使いましょう。はい、本日はですねそのようなカッパの教訓を残して終わりたいと思います。もうですねみんな汗だらだら。